問題です。今ここに捉えられているキャラクターは誰でしょう。チッ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 ポーン。答えはクリフトでした。というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4、続きをやっていきたいと思います。棺桶がねクリフトに、変わって、まあ、誰でも変えられるようですね。ちょっと変えてみましょうか。まあ、またトルネコに戻します。トルネコを人質として預からせてもらいます。クリフトは馬車にお戻りなさいってさ、これ何、誰が運んでんの、全くわからん。トルネコ点点点と、まあちょっとトルネコはじゃあこのまま牢屋に入っててもらえますか。で、なんか情報って手に入れたんだっけ。この人に聞いてみよう。あのブロンズの十字架は私の宝物です。どうか返してください。一応この人は俺のことを犯人と思ってんのか。結構冷静だな。ん、誰か情報くれないかな。いや一緒だな。まあいいや、そのまま外へ出るか。こいつは怪しい男を見なかったって。そういえば詩人風のキザなやつが南の方へ走っていったな。よし、じゃあ南の方へ行こう。まあ、メンツはいつもの通りで行きます。あー、またはぐれメタルが出た。倒して逃げた。洞窟の中とかも、ゲアイスコンドルってなんかさ氷のなんとか入ってきそうじゃん。今のところ攻撃だけか。ベギラマを使っていこう。いや凍える吹雪かよ、強っ。やっべ、これ3連打食らったら死ぬんじゃないか。普通に全滅するぞ。うお、やばい。マーニャじゃなくてミネア死んだ。え、敵強くね。しかもかわされたし。ベギラマ、まずいきなり撤退だ。大して経験値持ってねし、ルーラーで帰ろう。もう一回同じメンツに当たったら確実に全滅する。いきなり全と多難なんだけど。しかもミネアが死んだからザオラルも使えないし。クソ、あのスケベジジイのところへ行くか。羨ましい、生き返らせてくれミネア。400円、そこそこするな。お金は今3000円くらいしかないからね。いや、あのなんか敵強えな。突破できる自信がない。レベル不足か。よくよく考えたらさ、本当は先にあのなんだっけ、サントハイムの隣の町にあったさ看板の情報を頼りに北へ行くべきだったのかもしれないね。先にそっちに行くか。ちょっとここは撤退しよう。そう、イムルの町じゃなくてガーデンブルクじゃなくて、飛んじゃったよ、サントハイムで。サントハイムの立て札に北へ行けってあったじゃないですか。あれを先にやるべきなんだろうな、きっと情報的に。で、困ったら北へ行きなさい的なことが書かれていたんで、じゃあちょっと北へ向かいましょう。いや、なんか耐性のついているものがないと厳しいよな。なんかこれ船でさ、こういう細い道行くの難しいんだけど。ちょっと一周する。敵だ、マリンワーム。これは全員攻撃でいこう。よし、マーニャもまあそれなりの火力は出るようになったね。いやいやいや、待って待って待って、狭い。どっから上陸するかなんだよね。こちらへん。いや全然いけねえわ。渦潮キング、
まあ、1体だけだったら楽勝。キャダルコ、最近の敵さ、なんかマジで全体攻撃使ってくる、厄介すぎるんだけど。満タンしよう。え、ほんとどっから行けばいいの、上陸できねえんだけど。一周してきて、この細い道、え、ほんとどっから行くんだ。ここから回っていけない。あのお城に行きたいの。いや、船で行けるはず。こううまくいけば。え、行けない、そんなはずはない。キラーアーマーとか、これはこれで強そうだな。どうしよう、バギー使おうかな。ベギラマだね。敵が多いから、あ、でもアリーナの一撃で倒せたな。効かない。ゲラリフォーマー、マジか。ただあとみんな攻撃すれば大丈夫でしょう。よし、あ、こっから行くのか。回っていくんだね。炎の戦士、どっかで見たな、灯台で見たな。炎の戦士に炎の爪効くんだ。お、レベルアップ。よし、ミカミックス。1レベル上がるだけで結構能力的に変わるからね。ようこそ水の都スタンシアラに。あんたら王様のお触れに挑戦するつもりでやってきたんだろ。いかだがないとここのお城には入れねえぜ。頑張ってこいよ。はあ、ちょっと先にこっちを見よう。道具屋いらん。匂い袋とか何の役に立つの。話しかけなくてくれ、俺っちゃ夜型なんで。夜に来いってことか。いかだ、酒場いらっしゃい。でも酒場は夜からなの、ごめんね。樽だけ割らしてくれ。何にも入ってないか。ここにも樽がある。おじいさんは話せねえし。ここスタンシアラには古くから天空の城にまつわる言い伝えがある。詳しい内容はお城の学者にでも聞いてくれ。わしは言い伝えなどとっくに忘れてしまった。こいつは何やってんの。だらら、水面に映る君の顔。ちょっと人のデートの邪魔しないでくださいよ。突き落としてやりてえなこいつ。樽だけは宿屋。私は天空の兜を探してここまで来た。噂ではここの王様が持っている。なんでさ、すぐ噂が出てくんの。ダダ漏れでしょ、情報。この家は、うちの人が帰ってくるまで食事の支度をしておかなきゃ。げ、なんだここあったのか。見えなかった。そして魔法の聖水をゲット。タンス、おお、いいね。小さなメダル。小さなメダルはな、取り逃しとかがありそうだからな。王様のお触れのせいでモンバーバラ並みにお笑い芸人が集まってくる街になりそう。お、ここにもある。いいねいいね。こんな近くに2枚落ちてるとは。特に何もない。で、ここは教会。あー、こっち側になんかいる。防具屋か。鋼、三河市。魔法の方位、呪文によるダメージを軽くできる。ドラゴンメール、炎などのダメージを軽くできる。いいな、ちょっと欲しいな、ここら辺欲しいな。まずは道具袋から売れるもんを売っていこう。鎖鎌とか2つ。え、結構高値で売れんね。あやかし、鋼の色も別に一緒売って、どんどん足しにしていこう。毛皮のコート、鋼の剣、
鉄カブト。金の髪飾り、これももういらないか。羽の帽子とかなんか5個もあるんだけど、なんで。まあ、5個売ればそれなりの金になるな。革の帽子、ここら辺はどんどんしょぼくなってくんね。鱗の盾、革の盾。どんだけ道具袋に入ってたんだこれ。絹のローブ、え、まだ結構あんな。鉄の鎧、鎖片びら、革の鎧、旅人の服、布の服、クロスを3つある。おお、786円。まあ、こんなもんか。よし、じゃあまずやっぱドラゴンメールだな。これを買おう。主人公が装備できる。一気にもう金が減っていった。うん、あとドラゴンメール装備できる人は女性陣ではいないんで、魔法の方位、呪文によるダメージの軽減か。まあ、一応防御力が上がるからミネアにはじゃあ装備させておきましょう。こんなもんだね、この2つか。まあ、それなりの収穫はあったと言うべきか。ここは武器の店だ、本当かよ。びっくりしたな。磁力の杖、ミネアの攻撃力が上がるな。まあいいや、ちょっと夜型の人にも後で話しかけたいしね。ここよりスタンシアラのお城である。王様のお触れを聞いてやってきたのかな。知らん、そんなもんは。王様を大笑いさせた者はどんな褒美も思いのままじゃ。力の種、王様は一緒じゃねえかよ。はいもいいえも変わらん。話せないんだけど、イカダに乗ってると。この城に魔物どもが入ってこないを見張っている。魔物に、あ、じゃない、昔に比べ魔物どもも賢くなってきた。でもこれだけ水が流れてればさ、なかなか侵略できそうにないと思うんだけどね。まあ、移動も大変だけど。もし本当に天空の城に竜の神様がいるんだったら誰かが頼みに行けばいい。地獄の帝王や魔物どもを退治してくださいってね。小さい時よく母親に聞かされた。雲の上に大きなお城があって、そこには竜の神が住んでいると。そんなことより、おお、いいね、小さなメダルよ。一般な、ちょっとお前さん聞いたかい。南のサントハイムの城が魔物に奪われた。王様が何もかも忘れて笑いたくなる気持ちもわかるよ。そういうことなの。この世の中に絶望したのかな、王様は。ここもなんか部屋っぽくなってんね。もう武器や防具ってどうしてこんな重いの。でもいつ魔物たちが攻めてくるか分かんない。うん、まあ、悠々使いこなしてるけどね。あれ、ここ行けねえし、上陸不能だ。正面から入らなければいけないか。王様に会うなら階段を登るがいい。ちょっとここら辺も漁っていこう。魔物どもが現れてからこの国の人々の気持ちも暗く沈んだ。だから王様は自分が笑い者になるのを覚悟であのようなお触れを出したんだ。そうなの、そんな考えてんの。この城には古くから天空の城にまつわる言い伝えがござってな。天空の鎧、兜、盾、そして天空の剣を得た者は天空に登れるという。しかし残念ながら王家に代々伝わってきたのは天空の兜だけなのだよ。翌人伝。ん？これは砂浜に流れ着いた男は背中にひどい怪我を負っていた。私は男を連れ帰った。手当ての甲斐があり、男は命を取り留め、背中の怪我も回復した。ある晩のことだ。なんと私の目の前で男の背中の傷跡から白い翼が生えた。男は空に浮かぶ城から来たという。そして白く輝く兜を残し夜空へ羽ばたいていった。
特に変わった本はない。特に変わった本はない。ん？これどこに出んだ？あ、ここか。できることなら天空の城に行ってみたい。しかし天空の武器、防具のすべてを集めるなど私にはとてもできそうもない。噂ではその昔、天空の盾がバドランドにあった。そうだね、ここに来て、じゃあバドランド行ってみようってことになるんだね。以前立ち寄った町にとても面白い芸人が来ていた。パノン。パノンならきっと王様を終わらせられる。今どこにいるんだろう。王様の前で発表するまでネタは秘密なのね。盗まれたら大変だもん。王様を笑わせることができればどんな褒美も思いのまま頑張りだまえ。もう兵士もやる気ねえな。あんなお触れを出して王様は何を考えているんだ。お姫様が心配なされるのも無理がない。お父様にはお父様のお考えがある。でもそんなことより小さなメダルよこぜ。お、去ってった。魔物にまあ物を取られたの。ここら辺の大したことないからね。全然笑ってもらえなかった。出直しだ。じゃあ俺もちょっとやってみっか。一応敬礼してるね、みんな去ってくとき。よくぞ来た。ほほう、ミカミックスと申すのか。わしのおふれは知っておろう。さあ早くわしを笑わせてくれ。どうして早くせぬか。思いつく限りのギャグを言った。大したことなさそう。しかし王様には受けなかった。つまらん、出直してまいれ。この野郎はうるせえ。というわけで、ちょっと夜にはしたいね。一回闇のランプを使います。あの夜型人間の、あれ、ここダメなの？一回外に出ないとダメ。多分夜にはお城に入れないんだな。ここは使える？おい、ちょっと待って、話すって、仲間と話すの。いや、ここも何も起こらない。ここで使おう。おお、こいつはここで寝ている。ここは武器の店だ。バトラックス、まどろみの剣が売ってるね。8000円は高えな。ちょっと手が出せない。そこまでめちゃくちゃ上がるわけではないんで、ちょっとまどろみの剣は、まあ、眠りの効果がねあるんだけど。モンバーバラ行きましょう。パノンを連れてきます。最終兵器パノン。あれ、夜だけど大丈夫かな。座長のところにいるかな。いなそう。まあじゃない、マーニアじゃないか。元気そうで何よだ。そうかい、頑張るんだよ。ちょっと落ち目なの。でもバニーガールだったらすげえ人気出そうだけどね。あれ、いる？私に話があるですって。でも今は無理です。話は明日の昼間にでも楽屋で伺いましょう。大変そうだな。じゃあ宿屋で寝るか。ここの宿屋どこだっけ。ここか。パノンはね、仲間にしたらすぐ王様のところに行ってさっさとイベントを終わらせちゃうんで、まあ、本来だったらね、男は仲間になったらすぐ死んでもらうという掟があるんだけど、ついてきてもらえないですかって。はい、なるほど。あなた方の旅に必要な天空の兜をスタンシアラの王様が持っている。で、兜を手に入れるには私の芸が必要。ということは、もしあなた方は天空の城へ。いや、おっしゃらなくても結構。わかりました、お供いたしましょう。見ず知らずのやつら、そんな簡単についていくか。こいつはあれだな、振り込め詐欺とかにもすぐ引っかかりそうだな。パノン、俺だよ俺みたいな。金貸してくれって。パノンは入れなきゃいけないんで、まあちょっと一番後ろにいるマーニャとかでいいか。一旦外して、でパノンって先頭にしなきゃいけないんだっけ、王様に話すとき。このままスタンシアラで飛ぼう。
どこだ、結構いっぱいあんの。こいつ一回一回話さなきゃいけないの。ちょっと待って待って、入れてねえや。パノンを入れてない。並び替え、まあ、パノンと自分だけでいいや。ちょっと待っててくれ、棺桶版をしててくれ。こいつなんだ、どんな顔してんだ、キノコみてえだな。パノン、おっさんじゃねえかよ、旅芸人。いや、これダメだ、こいつ終わった。こいつを連れてきたのは失敗だ。まあでも行くしかない、パノンを信じて。こう割り込みできねえのかな、横から入ってさ。おい、どけどけ、邪魔だか。順番ぐらい守りなさい、怒られた。すいません。こうみんな一礼していくのがいいよね、礼儀正しい。この人たちさ、2日間もチャレンジしてんだ。1日で新しい芸を練ってきたんだね。よくぞ来た、方法パノンと申すのか。わしのふりはしておろう。さあ早くわしを笑わせてくれ。どうして早くせぬか。お言葉ですが王様、残念ながら私には王様を笑わせることなどできません。何？ですが私を連れてきたこの者たちならきっと王様を笑わせることができるはず。どうかこの者たちに天空の兜をお与えください。この者たちなら世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれることでしょう。うん、パノンとやら、よくぞわしの心を見抜いた。わしがこのお触れを出したのもこの国を明るくせんがため。お触れを出し芸人たちを呼ぶことで少しでもこの国を明るくしようと思ったんだが、希望を失った人々の明るさを取り戻すことはできぬ。あい、わかった、その希望をそなたたちに託そう。さあこの天空の兜を受け取るがよい。ありがたい。この子供どう思ってんだろう。変わってる。芸が変わってる。え、まだお触れ出すの。大変だね王様も。さて私の役目も終わったようですね。私は私で気ままな旅を続けることにいたしましょう。さよなら、ミカミックス。あなた方の活躍を期待しています。ではパノンが仲間から去っていった。命があるだけでも良かったと思うんだな、パノンよ。お前はこの天空の兜を取るという使命があったからこそ、死なずに俺たちの元を去ることができたんだ。他の奴ら死んでいったからな、まあ、なぜか途中で生き返ってたけどね。ではではでは、天空の兜、ちょっと待って、また道具整理しよう。で、道具袋から天空の兜を取り出す。102から107、なんか微妙だな。なんか効果ある、特殊な効果。どこで見るんだ、装備。バトラックス、なんか特に書いてないんだけど、そういう効果があるよ的なの。道具で見れっかな。ラリフォーや麻痺、メダパニにかかりにくい。まあそんな感じか。じゃあまたちょっとガーデンブルグへ行きますか。結局天空の兜を手に入れただけだからな。並び替え、いつものメンバーで行きましょう。あれ、あ、そうか、一人牢屋に入ったまんまなんだっけ。まあそんなわけで、じゃあちょっと天空の兜を手に入れたので、次回は南の方へ行きたいと思います。今回ね、あの挫折したイベントを進めていきたいと思います。自信はないけど。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。